いや冬とはいえこんだけ日当たってると暖かいね。そうですね、暖かいですね。いや気持ちいい。今日は、アルト作ってコーヒー沸かします。え？なんて？全然聞こえ。アルト作ってコーヒー沸かします。アルスト作ってコーヒーを。アルコールストーブってキャンプの道具であるんですけど、ちっちゃくてこうアルコールちょっと入れたらこう火がやって、それでお米とか炊いたりとか、まあ売ってるんですけど、なんか買おうかなと思って調べたら。自分で作れるっていう記事っていうか見かけて、ただ燃料これなんですよね、アルコール。アルコールって書いてある。分かりやすい。分かりやすい。なんか調べたらこの空き缶で、これを加工してアルコールストーブが作れるみたいな。へえ。ちなみにこれノンアルですけど、さっき飲んだノンアルコールストーブです。ややこしい。ややこしい。まずね、この裏側を、マジックで線を引くみたいなんですよね。ここにこうマジックで、まあこの枠に沿ってぐるーっと、でこの線に沿って穴を開けます。これはペグでやれとは書いてないんですけど、まあ。けどあれですね、忘れるの、忘れ物多いから焚き火台とか忘れた時に、もしこれがちゃんとできたら便利ですよ。いやでも焚き火台忘れるやつこれ忘れるやろ。確かに。この秋ぐらいか俺作業ばっかりしてるな。はい、まあこんな感じで穴開けて、まあ、穴に沿ってこれ切り落とすと、車用の工具箱どれで切り落とす、ハサミ切れんのかな、切れる意外と。そこに穴開けるんですね。そう、なんかそうみたいですね。あ、できました。綺麗に穴開きましたね。次はこのここに穴を開けていく、周りに穴を開けていくみたいです。へー、あ、そんな結構開けないとダメなんですね。こっから火が出るんじゃないですかね、もしかしたら。へー、これで、なんかこういうの見たことあるな。で、これを穴開けていくわけですよ、ここに。先にちょっと傷をつけて滑らんようにする。カスタムでそういう技術もついてる。さすが DIY おじさん。DIY はええけど、おじさんつけるのやめてくれ。いや、おじさんやけどさ。着実になんかいろいろテクニック身につけてますよね。そう、伸びてるよ。伸びてますね。何歳からでも伸びれるんですよ。伸びしろ太郎です。めっちゃ久々に言うと忘れてた、そんなん言ってた。はい、穴が開いたかな。綺麗に16個開けて、次なんですけど切るんですよね、ここ。高さが3センチぐらい均等になりたいから、っていうこと考えた。ここにマジックを当てて一周させます。お、ぴったりいった、ぴったりいった、すげえ、ぴったりいった。で、このハサミで切るけど、へこみそうだな。ちょっと穴開けてこう切った方がいいね。意外と綺麗に切れるもんやね。これよりもさらに少し短い 2.7 センチぐらいのものをこっちから切り出すみたいですね。
うん、ちょっと低いな。よし、これでいこう。で、これをまた同じように切り取ると。うん、切り取りました。ちょっと高さ低いでしょ、うまいこと。次はなんか中に入る筒の部分を作ります。うん、結構難しいですね、じゃあ。外でやってるからかもしれない。で、おそらくこういう状態。この辺のね、うだうだは作りたい人はもうその綺麗に自分でしてください。今日はもう外やし時間がないのであんまりやらないですけど。時間ないんですか？時間はある。時間はあるけど道具がないのでこの後パソコンで会議が入ってるんで。次の段取りね。これを中に入れて軽くこう包むと。この状態でこれをホッチキスで止める。OK。うん、ここに多分燃料が入るんですけど、うん、燃料がここが通る部分が必要みたいで、ちっちゃい穴を2、3箇所開けるみたいです。ここに。こういう風に、要は燃料が通る穴をちっちゃい穴を。おそらくこれが燃料が通る穴の部分。なのでもうすぐ間もなく完成です。これを置きますよね。カパッと。うん、そしてこれ上からこれをかぶせます。さあこれでグッと押し込めばおそらく完成。入れます。できたー、できたアルコール、ノンアルコールストーブ、できたー。あ、なんか綺麗な感じ。綺麗にはまった、できた。ただちょっとすごく残念な話があって、これから炎がバーって出てるとこ見たいじゃないですか、はい、アルコールの炎って昼間ほとんど見えないんですよなるほど。さあ着火したいと思います、はい、じゃあいきますね。ついてます。本当？じゃあこの葉っぱで試してみますよ、はい、いきますよ、はい、ついてるんですよ。ほら、あ、本当や本当や、ついてるんですよ。だからまあね、動画見てる人は見えないけど今成功してるんですよこうこうとついてます、はい、ちょっとじゃあ、はい、コーヒー入れようかな。これコーヒー入れたら真ん中に蓋してるけど大丈夫なのかな、ついてんのかな。消えるんじゃないですか。消えてるかな。消えるんや、やっぱ。ってことはここになんかこうかまさなあかんな一個、うんうん、これでこういう感じで置いてこうやれば多分湧くと思う。なるほど、うん、OK、 つきましたよ。こうこうとついてるんですよ、見えないだけで。じゃあコーヒーを沸かしていきます。沸くまで待ちです。あ、アルコールがなくなってる。補給した方がいいんじゃないですか。そうやな。あいっ何してるんですか。熱かった火ついてるよな。ついてんの。ついてない、ついてない熱かったアルストに夢中でシェラカップの持つとこ熱くなるの忘れてた。でも沸いたね。いや、プツプツ言ってますもんね、うん、コーヒー入れていこうか。コーヒーを入れます。こんなもんかな、うん、よいしょ。さっき暑かったからな。ちょっとこれで最近手袋がね見かけないんですよね僕ねこっちからこう膨らんで、あ、いけるいける。ネットティッシュで行きます。おお、濃そうなコーヒー。いや、いいですね。アルストで沸かしたコーヒー。ノンアルコールビールの缶で作ったアルコールストーブで沸かしたコーヒー。
後ろに流れてる川が全部アルコールだったらって考えちゃいますよね。どういうこと？考えてどうなるの？そしたら踏んでくれ、踏んでアップで火つければあれ成功ですよね。やってみてどうでした？いや楽しかった。やっぱああいう、まあ、簡単にできる道具作りとかって結構インターネットの情報転がってるじゃないですか、うん、実際やってみるっていうのは楽しいです。次回バームクーヘン作ろうかな。どこ目指してんの？だんだん分からなくなってる。ファイヤー